こんにちは2020年6月4日、連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療感染症対策の理解のために第21回を入れたいと思います。本日はこのコロナウイルスの基本、改定版、現在考えられている薬剤の作用点を述べたいと思います。 実は5月28日に同様の内容をや,やったんですけど、それを、えー、少し分かりやすく改定した、えー、形でやらせていただきますで。私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申しますで。私の市議としての新型コロナ対応関係の発信は朝倉 m q る公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。本日より船橋市立小中学校は、えー、全員一斉登校と給食が始まり、 あの本日まで船橋の感染者数は23日連続、検体検査陽性ゼロとなっておりますので、この状態が続くことを願っております。しかし、本日は船橋市というよりも、予備校の生物講師、そして日本分子生物学会の会員であり、この写真のように、分子生物学実験を大学の研究室でやった、あるいは、えっとまあ、 「あの休み時間の生物学を本」という本を書いているという立場からさせていただきたいと思っております。でこの講座の中では特にこの5つのポイントでやってまいるんですが特に3番ですね本日はどうしても医療の内容への言及がありますけどあくまで私は生物の講師ですので医療従事者ではないというところを踏まえて そこら辺の言及は限定的にしていきたいというふうに思っております。さて、えっと知ることは恐れに対する免疫、えー、私がこの講座を発信する中で感じてきた言葉です。えー、っとやはり何も知らないとななあの非常に未知なものに対して恐れが増幅してしまうんですけど、えー、そう簡単に対処できないところはあるとはいえ、中身を知っていくと、えー、その恐れだけでもなくなると。 いうことでやはり知ることは大切だろうと思いますで、コロナウイルスの治療に関する現状の方向性ですこれは現時点でなおか全体像の一番断片ですので簡略版だと考えてください一つはウイルスの増殖を阻止するということですね今日もいくつかのポイントが出てきますそれともう一つが2番目で重要なんですけどサイトカインストームというのがありまして 免疫系が暴走することで逆に血栓などのを起こしてしまって特に重症患者を重症にさせてしまう。 あるいは死に至らしめてしまう危険性があるということがこの新型コロナウイルスについてはサイトカインストームが分かっておりましてこれに対する対処が必要になってきますでこれはまた後の機会に話そうと思いますで本日は実はあの自然免疫の促進ということでまあ暴走しない範囲で適切な自然免疫が促進されることはウイルスのに対する防御にとっても良いということの観点で 話をしててていいいきたいという,ふうに思っておりますさて、えっと、これが、えー、コロナウイルスの構造ですねで、そのコロナウイルスの構造に関して、遺伝子の発現の仕方を5月28日には、えー、ここら辺、右側を丁寧に説明しようとしましたが、今日はそれは割愛して、えー、要点だけをいき,いきたいと思います。 でコロナウイルスはあの脂質の膜のに S タンパクとか M タンパクとか E タンパクというさまざまな構造タンパクが絵にありますようにあ,のあります。でこの中で特に S タンパクが侵入に重要な働きをするのでえ図的に今日 S タンパクだけ強調しますが他に M タンパクとか E タンパクとか、まあ、RNA を取り巻いての N タンパクもあるということも、えー、見ておいてください。 さて、えっ、ー、と今日は治療薬についても言及言及いたします。ただ、5月18の時点で日本医師会のコビット19有識者会議がこのような提言を緊急提言を出しております。その中で、えー、このような下のから5行目あたりですけど、このような表現されてますね。特にコビット19のように重症化例の一方で自然警戒もある未知の疾患を対象とする場合には 症例数の規模がある程度大きな臨床試験が必要となる、さらに観察研究だけでは有意義な結果を得ることが難しいことを指摘したいと、安全性に留意して適用外用を行うことは現在認めている、エビデンスが十分でない公約、特に既存薬については、拙速に特例的承認を行うことなく、臨床試験によって十分な科学的エビデンスに基づいて承認すべきであることを提言するということで、やはり あの薬剤に対する期待が高まっているんだけれどやはり十分な臨床試験が必要だということを日本医師会が、えー、5月18日の時点で再強調しておりますのでそこを踏まえて えー、今日、えー、薬の記事をいろいろ話しますがあくまでもあの有効性が認められるためにはこのようなプロセスが必要だということを、えー、ご理解したいただいた上で、えー、ご説明,聞いて、まあ、説明を聞いていただければと思います。さて、えー、本日はこの図がメインです。でこの図に、えー、と現在、ここまでいる治療のポイントがの基本点が書き込んでありますので、この図の流れで、えー、コロナウイルスの増殖の仕方ならびに、その 治療のポイントを理解していいいただければ、えー、いいですねでこの中で、えー、ポイントを絞っていきますとまずこの S タンパクというのがあります S タンパクですねでこの S タンパクというのはこれですね S タンパクこれはこの細胞表面にあるタンパクで先ほどの大きな図の中で出てきましたけどこの S タンパクが人の気道の細胞の ACE2 という このレセプターです、アンジオテンシン変換酵素というアンテナに貼り付いて侵入が始まるんです、これを吸着という行為と言います。で、えっとまあ、この S タンパクで侵入すると、S タンパクにが ACE2 に貼り付くと、このアンテナが貼り付いた部分の細胞膜がへこんで、えー、取り込まれていこうとします。 でそして、へこみ切ったところがエンドソームという構造ですね。エンドソームという構造。でそのエンドソームを、えー、構成する、ここの,あのエンベロープという、えーまあ、ウイルスの一番外膜、まあえー、その外にさらに S タンパクトという突起があるんですがあ、基本的に包む膜は、これ実は脂質の膜なんですね。エンベロープというのは。でえー、っとこれが脂質の膜であるからこそ、 あの石鹸でウイルスを防御できるというのは、石鹸の界面活性効果で、ウイルスの,この脂質、油ですね、簡単に油汚れを取ると同じで、ここを破壊できるということで、石鹸の予防効果は、ここの脂質の膜に働きかけているということです。さて、この脂質の膜と、実はウイルスの脂質の膜と細胞膜は実は同じ脂質の膜ですので、しばらくすると、この4番みたいに融合するんですね。で融合すると えー、ウイルスの中に入っていた遺伝子 RNA、RNA が、RNA ですね、これですね、これです、RNA、これが飛び出てくるんですね、これが飛び出て、こう飛び出てきます。で、この飛び出てきたものが、えー、いくつかの行為を行います。で、これからいう3つの行為は、実は同時並行的に起こってるんですが、整、まあ、理のために番号を付けます。で、まず、この RNA が、えー、人の体のタンパク合成値 創生合成装置であるリボゾームを乗っ取って、自らのウイルスのタンパク非構造タンパクというものを作らせます。でこの非構造タンパクの意味は、えっと、将来、この細胞から飛び出ていくあのウイルスの子供のウイルスの構造には含まれないということですね。 じゃあ何をするかというと、いろんなチョコマカと細胞の中でこれからウイルスが増殖するための必要な働き手になっていくんです。でただ、この巨大なタンパクのままでは働けないので、プロテアーゼというやつで分解して16分割します。まあ、ある種類のタンパクだと11分割なんですけど、き、ま、ょ、あ、16ということにしておきます。で16分割をしたあに、あのこの各部品がさまざまな場所で、 実は働くんでで、すねで。その1つがこの RNA 合成酵素という形でこのウイルスの RNA を丸ごとコピーして子供に、がウイルスが増えていくための RNA 全体をコピーするということは RNA 合成酵素、まあ、正確に RNA ポリメラーゼで行いますさて自らの遺伝子 RNA をコピーしながら同時にこの流れもあるんですねでこれは何かというと S タンパクなどの 合成と書いてありますけど、これはあのー、S タンパクというのはの細胞表面の突起のタンパクですけど、えー、さっき他にも M タンパクとか、えー、E タンパクとかあったと思うんですけどああいうものを、えー、合成するための設計図短めのメッセンジャーレンズをつくコピーして作りますでこの、えー、とメッセンジャーレンズの設計図元にリボソームという、まあ、タンパク合成装置を乗っ取って例えばここに S タンパクできてますねこ,こ S こういうのを作らせるんですね。小胞体の膜とかゴルジュ体の膜に作らせます。で、ここで、えっと、この7番の流れの中で、この8番、9番と続く流れなんで、ちょっと重要な点なんで、見ておきたいと思うんですが、私たちの,これ私たちの体の細胞です軌道や肺胞の細胞ですが、私たちの体の細胞はウイルスに感染しな,くて、まあ、ししない状態で、あの普段健康のために、えー、こう大切な働きをしているんですね、例えば一番分かりやすいのがホルモンです。 ホルモンが、えー、他の、えーまあ、例えばある内分泌腺からホルモンができて全身に回るそのホルモンがタンパクだと,としますとタンパク系のホルモンはこのリボゾームで作るんですねでそして消耗体というこの輸送の途中の道みたいなものを通って次にゴルジ体という次の道を通るんですねでそのゴルジ体というのでは糖査就職などがなされてそして分泌消耗という 輸送商法に載せられて、最後にホルモンが細胞外に出ていく、それが血管の中に入って、血管で、えー、その目的の臓器まで流されていくんですね。ということで、この流れ、この流れですね、この流れは普段人の細胞のために、えー、ホルモンなどを細胞外に分泌する流れになるで、そこをウイルスが乗っ取るんです。でどううやっって乗っ取るかというといまず 小体化ゴの膜のところに、このウイルスタンパクをこのように配置します、配置した上えで、先ほど作った RNA のコピーをここに送り込みます、でここへこませるんですね、でそうそう、これがにょきにょきとこうどんどんこっちに進んでいくと、こっちに進んでいくと、結果的にこ,このご自体の膜がくるっと積む形になります。 でくるっと積む形になると、実はこれでウイルスとして完成するんですね。子供のウイルスとして完成します。で、えっと、ゴルジ体の膜も細胞膜も、それから、あのまあ、実は、えー、コロナウイルスの,ゴルあのエンベロープという膜は、実は前に感染した人の、 細胞の中のゴルジ体の膜を使ってるんですね、まあ。人の体に入ってきて、人の体の服を乗っ取って、まとって、人の部屋にある服をまとって逃げていくみたいなものでありまして、このエンベロープの膜というのは、まあ、実は前に感染した人の、えー、とゴルジ体の膜です。それでこうやって出ていくんですね。ということです。ということで、自らのタンパクと、自らの、えー、全コピーした RNA を合体させて脱出していくという仕組みがあります。 それでは次にあのじゃあ治療薬はどうなっているかということを少し見てみたいと思います。えっと、一旦リセットして、えっと、治療薬ですけどこの赤字で書いたやつが治療薬の候補として考えられたものですね。でま,まず、レムデシベルとファビピラビル、このアビガンとしていう方の名前が有名ですけどこの2つはともにこのウイルスが RNA を合成するのを、この RNA のコピーですね、全コピーのところを、えー、邪魔するんです。この邪魔する仕組みは後で、えー、もうちょっと詳しく言います。で、それって、まあ、ほぼ同じ、えー、作用基準であります。で、次に、あの、イベルメクチンというのがあるんですけど、これはちょっとさっき言わなかったけれど、人の免疫細胞のウイルスの免疫を抑制する作用がある。あこれは、この この非構造タンパクの6番というやつが、まあ、6番というふうに目されているものですけど、この6番というやつが、ここの人の DNA の中に移行するものを邪魔して、免疫を抑制するんですね。その免疫を抑制する仕組みをブロックするのがイベルメクチンです。ここをストップするということですね。そしてもう一つ、実はまだ具体的な薬剤名になってなくて、 今後の可能性としてて考えられてるんですけどプロテアーゼ阻害剤というのがありますで。これは、この先ほど言ったように非構造タンパクが一旦巨大タンパクで作,って作られて分16分割させてそれぞれが働くタンパクになると言いましたけど、この巨大タンパクの分割を、えー、するのがプロテアーゼです。で、プロテアーゼをブロックすれば働き手のさまざまなこういうチョコ膜と重要な働きをする、えー、タンパクが部品としてできないと,、えー、ということで、 ウイルスの増殖を防ぐこことととがでできるということですさて、えーっとで、ワクチンについて気になられると思うんですが、ワクチンはそう簡単ではありません。えー、ただ、まあそ,のまあ、その一例として、この新型コロナウイルスのに非常によく似ている SARS コロナウイルスですね、2002年に発生し、2003年に封じ込めができましたけど、 未だにワクチンというのはできておりません、えー、だからすぐに、まあ、開発はそう簡単ではないと思うんですが一応今ワクチンの作用点として一番想定されているのがこの S タンパクという部分です先ほど言った吸着に使うこの S タンパクですねこの S タンパクをブロックできればそもそも侵入でき,できなくなるあるいは侵入しにくくなるのでこの S タンパクをブロックするというのが ワクチン開発の、まあ、それだけじゃなくて、他にも作用点ありうると思うんですが、まあ、一番目されている作用点です。なぜかというと、インフルエンザウイルスの場合にはこ、このワクチンはここをブロックしてるんですね。インフルエンザにおいて、この S タンパクに相当するのが HA というタンパクなんですけど、この HA をブロックするのが今、えー、使用されているインフルエンザワクチンですので、まあ、ワクチンはここを多分狙っているということですね。さてもう一点あの最近、えー 4月5月20日にジャマアメリカ医学会誌に載った重要な論文で、この ACE2 についての重要な論文が載りました。これは何かというと、子どもの ACE2 の発現、子どもの細胞における ACE2 の発現量が大人よりも少ないと、細胞あたりですよ、えっと、子どもと大人は大きさが違うので。 を同じ比較するために同じ細胞あたりの A C 2を比較しました。で、そうしたところ子供で発現量が少ない。つまり子供が今、えー、コロナウイルスにかあの感染が大人に比べて低い原因の一つがもしかしたらこのそもそもアンテナ 張り付かアンテナ自身が少ないかもしれないという話です。まあ、これもまだ論文が出たばかりですので、えー、まあ、まあ100、100%、えー、正しいのかどうかまだわかんないところですけど、まあ、子育て世代には心強いニュースではないでしょうか。さて、えー、それでは、えっ、ー、と、こっからの話は発展編になりますので、まあ、あのー、 先ほどの図のところまで理解できれば、あのまあ、ご理解いただければ十分これから薬のニュースとか分かると思うんですけど、一応ご説明いたします。アビガンの作用基準なんですが、RNA 合成を阻害するということなんですけど、RNA はあのこう鎖を伸ばすように、この左の図に矢印、青い矢印で書いてあるように、鎖を伸ばすようにして増殖、まあ、RNA を伸ばしていくんですね。でその時の時部品が ヌクここリオシと三ン酸というものです。えっとまあ、これ ATP、UTP、GTP、CTP ということで、三ン酸というリン酸が3つくっついたところが、えー、接近してきて、リリン酸が外れて青丸のところですね。そしてリン酸が張りつくということになります。これが増殖あの鎖を伸長させていくんですねで。アビガンは実はこういう分子式を右に書いたの分子式をしてまして、その 分子式が実は、えー、っと RNA の塩基のアデニンとかグアニンにそっくりなんですね。でそっくりで、なおかつ細胞外に取り込まれると、この部品である ATP、えー、とか GTP にそっくりの、あのー、構造になるんです。でそうすると、やはり、RA、部品ここ、この構造がそっくりなんで、これがここのところに取り込まれるんですね、間違って。えー、と取り込まれるんだけど こここのとこが酸素になってて、水産機じゃないところがちょっと違うところで、その水産機ではないので、それ以上に伸びることができないという特徴がありまして、間違って取り込まれるけど、そこで合成がストップしてしまうという特徴があります、えー。レムデシビルもほぼ同じ仕組みだと考えられております。さて、その次、あそ,れでそれに関連してですけど、えっと、 私たち人の体の中では DNA をコピーする DNA ポリメラーゼと DNA から RNA をコピーするメセあの RNA ポリメラーゼというのがあるんですが、性ウイルスは人の細胞、これ上が人の細胞ですね、で下がウイルスの、えー、特有の,あの酵素ですけど、RNA から RNA をコピーするというのは実はウイルスしかやってないんですね、この RNA 依存、RNA ポリメラーゼ。あと、この前出てきた HIV の逆転者酵素も、えー、これしかやってない あのウイルスしかやってないというか、えー、なんですけどまあこ今日の話ではこの RNA 依存性 RNA ポリメラーゼこれは人の細胞には持ってなくて、えー、ウイルスだけが持ってるこの仕組みを邪魔をするのでまあ、えー、先ほどの2つの薬剤は、まあそそのえー、副作用もありますけど一応理論的にはあのウイルスのこの部分だけ働きかけるので人自身の,あの、R えー、と RNA ポリメラーゼを、えー 邪魔する効果は低いというふうに、まあ、ないわけじゃないけど、低いというふうに考えてください。それでは次に、イベルメクチンの採用基準ですで。イベルメクチンの採用基準については、まあ、これも仮説であって、まだすべて分かっているわけではないということです。でまず実は、ウイルスは、えー、に対する細胞の免疫系が左に書いてありまして、これ、どういうことかというと、一番左、ウイルスが入ってくると、その白血球はそれを感知し、サイトカインという他の細胞を励ます物質を出します。 でそれがえっと細胞表面に受け止められますと、ジャックスタッドケールというんですが、ジャックスタッドケールという、えー、まあ、ものが働きます。このスタットというのは非常に面白い形をしていて、ここここですね。このジャックスタッドケール。 でこれがあの非常に面白い、スタッドと面白い形でして、こ,こ,この P というのはリン酸化なんですけど、リン酸化されると分子が元気になりまして、なんかこう、これがまんじ形にこうくっつくんですね、2つのスタッドが。で、そうすると、これがインポーチンという、まあ、インポーチンというのもこの分かりやすくて、インポートとか輸入するという意味で、えー、核内に物質を輸入する、えー、分子に貼り付いて、ここに張り核内に移行するんですね。そうすると、これが DNA をスイッチオンさせる働きをしまして、 そうすると、インターフェロンという、えー、とうウイルス作用する物質を出すんですね。インターフェ,フェロンというのはこれも分かりやすいですね。インターフェア、妨害すると、ウイルスの増殖を妨害するというような物質を出しまして、私たちの細胞はこうやってウイルスに対抗しようとしている。じゃあ、えー、と新型コロナウイルスは実はこれを抑制するという手強さがあるんですね。でその抑制の仕組みはこれです。えー、先ほど言った非構造タンパクをプロテアーゼと分解したときの6番ですね。 16個のうちの6番がなんと、インポーチに張り付いちゃうんです。で、インポーチに張り付くと、えっと、実はこの乗り物がないと、えっと、このスタットが細胞、核内に輸送できないので、輸送できなくなると、スイッチオンが入らないので、えっと、抗ウイルス免疫ができなくなります。つまり、免疫は抑制されてしまう、なんとウイルスは自らをやっつける免疫を、このような仕組みで妨害して、抑制して増殖をしようとするんですね。 さて、それではイベルメクチン。まあ、これはどういう作用があるかというと、えー、っと、こうですね。このイベルメクチンとは、この6番に貼り付くんです。で、そうすると、貼、まあ、り付くかどうかちょっと分かってなくて、まあ、特に6番を妨害しまして、イン,イン,インポーチンとの,あの結合を妨害します。そうすると、インポーチンが本来の働きであるスタットを、えー、きちんと核内に輸送できるという仕組みに、こ,うこの仕組みが復活しますので、 そうするとインターフェロンも復活すると。ということで、抗ウイルス作用につながっていくということですね。で、こういうふうに、ウイルスによって邪魔されて抑制されたものが、今度は、人のさえっと、人に,によあその薬剤によって抑制が解除されるということで、免疫が復活するんです。抑制解除というのはよく生物学で出てくる言葉ですけど、 抑制を解除するマイナスをマイナスにさせるのでプラスになるということ、免疫が復活してウイルスを抑え込むことができるということですね。はいということです。それでは今日出てきた薬剤について、えー、少し見ておきましょう。まあ、この新聞記事などを見ると薬剤の開発はまあ、先ほど言った理論とは農様、えー、にす,かんすぐにうまくいかずに、あのーまあ 簡単でではないってこととかると思うんですけどアビガンに関する治療成績はまだ非較検者はできないというニュースです。それから、M、レムデシビルについても、まあえー、大差なしというような新聞報道もあります。で、えー、っとイベルメクチンですけど、イベルメクチンはあのー、実は北雑大の、えーまあ、大野さんという、あのー、ノーベル賞学者が開発に関わっているんですけど、北雑大の方なので、北雑大であの医師主導試験を 行ったというニュースですねそれで、えー、プロテアーゼ阻害剤ということですね。あ、そうか、プロテアーゼ阻害剤、もしかしたら説明してないかもしれませんので、念のためにしておきますと、プロテアーゼ阻害剤というのはこれです。あ、し,しましたかね、ここです。えっと、プロテアーゼはこれを、えっと、この、 塊の非構造タンパクを16分割するときにプロテアーゼがかかっているので、これを邪魔すれば、そもそもこのちょこまかとした働き手ができない、そうするとこれらがストップされるので、ウイルスの増殖がストップされるという理論ですね。で、実はこのプロテアーゼ阻害剤は、HIV では、えー、実は有効性が確認されていまして、まだ新型コロナに対しては、あのまだ開発はされていないけど、まあ、HIV と同様にここを阻害しようとする薬剤が考えられているということです。 はいということで、プルテアーゼ阻害剤の記事もこのようにあります。ということで、えー、今日の、あのー、細胞の図を理解しておいていただくと、これから薬剤に関するニュースの基本点が分かると思います。じゃあ最後にもう一回整理をしておきます。えっと、人の,、えー、あの、ここにあるあの、えー、コロナウイルスが こう吸着して侵入して RNA を、えー、飛び出させるとでその RNA が、えー、1つはプロテアーゼというものあ、えー、非構造タンパクを作りそれがプロテアーゼで16分割さ,せされて、えー、ちょこまかと動くタンパクになるとで一方 RNA は自らをコピーさせてそして同時に自らの膜タンパクなどを作らせるとこういうふうにね膜タンパクを作らせるとでそれがこのコピーした 全コピーされた RNA と膜タンパクが小胞体、ゴルジ体、分泌消耗という人が普段使っている物質合成系の流れにのっとって、えー、飛び出てくるということですね。で、その各所をブロック、ここをストップブロックする薬薬剤がレムデシベルファビラビル。そして、えー、ここのウイルスが、えー、っとこの人の免疫系の まあ、細胞の中でのウイルスに対する免疫をブロックするのを邪魔する。で、免疫系を復活させるというのがイベルメクチン。そしてもう一つ、あのプロテアーゼ阻害剤というのが考えられているということですね。はい、ということで、えー、どうもご清聴ありがとうございました。